お疲れ霊夢。なかなか大変だな。メイドも。慣れればどうってことないわよ。まあ私も超久々なんだけど。あのクソ長い時間超えたのによく仕事覚えてるもんだ。やっと時間も取れたしさっきの話の続きだ。あんたのお父さんの？ああ。この玄関も懐かしいな。勢いよく飛び出したあん時を最後に見ることなんてなかったし。あ、新聞ならいらねえぞ。宗教の勧誘も帰った帰った。わ、私だ。存在証明を得ているなら私のことも覚えてるはずだ。でも成長してっから、わかんねえか。あん、荒手のオレオレ詐欺か？そこまでボケてねえぞーちゃー。誰の声だ？これ、あのクソ親父新しい使用人でも雇いやがったか？あのバカ女以外にこの家に入るバカは一体。あよ、元気かマリサ。ごめんなさい。間違えたかも。あ、間違っちゃいねえよ。ここおめえの実家だろが。もしかして、新しい使用人さん？お前の父親だバーロ。いやちょっと何言ってるかわかんねえ。小さめ家の当主。うちのクソ親父はもっと威厳のあるクソじじいだ。こんな金髪美女なわけねえだろ。私が生まれた日の天気は？曇り時々雨。結婚記念日は ?8 月3日。ママの好物はメロンソーダ。ああ、信じらんねえけど信じたくねえ。いやいや、ほんといい時代になったもんだ。カッパのおかげでほら。見ての通りだ。見ての通りだじゃねえよ。最悪の再会じゃねえか。うっせえな。で、どうして帰ってきた？私の勘違いでいろいろ勝手して。その、悪い。まあなんだ。年頃の娘にいろいろ気ぃ利かせたつもりだったが、逆効果っつうか。なんかすれ違ってたみたいだな。家出しても私を探す気はなかったんだな。探すも何もお前の悪名は結構とどろいてたからな。やれぬすっとだのやれ盗賊だの。家出したんなら迷惑にならんよう霧雨のせいは捨ててほしかったぜ。ちゃんと最低の父親で安心したぜ。んなわけねえだろバカかおめえ。飯でも食うか？あ。そういえばお前に手料理食わすのも何気に初めてか。いただきます。何これうっま。そっか。そりゃよかった。お前も知っての通り頑固な母ちゃんだった。うちが作るつっても聞かねえのなんの。母ちゃんが行っちまってからほんと大変だった。お前もいなくなるわ商売も一人で回せないほど忙しくなるわそりゃもうな。てかなんでお前急に帰ってきて謝ってんだよ。結婚報告？違うよ。波乱だ？波乱じゃねえよ波乱なんだよ。あっそ。ちょい安心。帰ってきた理由は、本当にその、謝りたかっただけなんだ。おめえは何一つ変わっちゃいねえな。ガキのまんまだ。うっせえ、お前が変わりすぎなんだよ。人間年々変わっていく生き物なのさ。私が知ってる人間は性別は変わんねえんだが。いやさ、ちょっと聞いてくれよ。男ならさ、一度は憧れるだろ？女体に。だからさ、カッパの新製品に面白いもんがあったから使ってみたわけよ。じゃびっくりびっくりびっくりドンキー。見ての通りの金髪美女になっちまったわけよ。どうだ？ママに似てるだろ？絶妙に似てねえよママに謝れよ。うるさい歳のおっさんが変なもんに目覚めてんじゃねえぞ。いいだろうちの人生だぜ。好きにさせてくれよ。まあしばらくお前に会うこともねえだろうから好きにしろ。お前、今何してんだ？ちゃんとまともな飯食ってしっかり寝てんのか？おかげさまでな。どこまでお前が知ってるかは知らねえけど、家出した後のこと？全部話すよ。今まで本当にすまん。私の思い込みで親父にはすっげえ迷惑かけた。別にいいさ。結果論になるが今こうして幸せに生きてるんだ。それに越したことはねえ。うちはお前が母ちゃんみたいになってほしくなかったから、お前に厳しいこといっぱい言ってきたし、悪かったな。ちゃんと父親できてなくてよ。信じられねえことの連続でうちのが混乱してるくらいだが、何も父親らしいことはできねえけどたまには帰ってこい。うん。そうだ、お前がでかくなって帰ってきたら渡すもんあったんだ。どこにしまってあったっけな。あったあった。ほら。手紙？母ちゃんからだ。
になったな。マリサ。やっぱお前んこと素敵な父親としては見えねえけど、帰ってきてよかった。それでいいんだよ。うちも父親としては失格だしな。それはそうと、その手紙の最後の部分、あいつが自分で消したと思うか？さあ、いい感じにしまらなかったから消した。とか？じゃあ全部塗りつぶせばいいのに。待てよ。仮に伝説のことが書かれていたとしたら。心当たりあるみてえだな。わかんねえ？わかったとしてもお前には関係のないことだし。その言い方は知ってるってことだろうがバーカ。これは私宛ての手紙だし。そういうこと言ってんじゃねえよ。家族だろうが、何書いてあったか気になるじゃんか。すごいように家族使うな。ぜ。まあいいや。ほら、もう日も暮れる。寒くなら寝うちに帰った帰った。また何かあや帰ってくるよ。おう、いつでも帰ってきな。ポン。ねえねえねえ誰この子。娘。ハロハロ娘ちゃん。誰だよこの女。ただの怪人です。あ、お前ママがいねえからって好き勝手しやがってこのクソ親父。まずまず誤解だ。お前マジでいい加減にしろ。マリサ、大丈夫違うから。いねえ、お前マジでさ。うわまたらもいねえ。あ、やっぱ会うのやめときゃよかった。マジで知っちゃいけない何かを知っちまった気分だ。それに。何？何じゃねえよなんでついてきてんだよ。金髪を見るといても立ってもいられない性分なので。怖えよ。お持ち帰りオッケー？殺すぞ。つうわけだ。なるほど。まあうん。きっとどうにかなるわよ。どうにもなんねえし。いやもうどうにかなってんだよな。そういえば、うん。パチェの部屋でこんなもん見つけたんだけどさ。ナイスよマリサ。だろ？ねえ本当にいいの？マリサちゃんに隠したまんまで。いいんだよ。親の苦労なんて子供に見せるもんじゃねえし。親の心こ知らずってな。本当はすんごーく娘思いの父親なのにね。どうでもいいんだよそんなの。誰かに褒められたくて子育てしてんじゃねえんだ。立派に育ってくれやそれでいい。でももう少し一緒に過ごしてやりたかったし過ごしたかったな。よっ。あ、師匠大好き結婚しよ。断る。大丈夫。世の中グローバルか。生きた再生も俺は問題ない。そういう問題じゃねえんだよ。へえ、そんで？俺になんか用？まあね。お師匠、足は？ちょいっと能力使った代償でこんな姿にな。まあ気にしなくていいさ。ここは、起きたか。コウマの、私。一体、ヤクモユカリが目覚めた。霊夢は、無事？だと思う。まずは順を追って話す。ヤクモ貴様が目覚めたからといってすぐに取って食ったりはしないはずだ。見れば見るほどヤクモユカリにそっくりだな。ヤクモユカリだから。奴とは似ても似つかんざ。まさか生かされるとは思わなかった。あのまま私は。本当のヤクモユカリは思ってたより優しい奴だったよ。それでも奴は私やフランを人質に取ってる。もちろんお前のこともな。やり方は気に入らん。が、確実に勝つという点では合理的か。これからどうするつもり？逃げ出すさ。この私が奴の思い通りにはならん。霊夢たちもきっとあなたを。だからだ。ここを出るのに協力してくれ。私一人じゃフランを連れ出せない。翔さんは？ゴブゴブの賭け？だな。私にお前の力を貸してくれないか？もちろん。